皆さんご苦労様です。ちょっと難しい話からですけども、時間っていうのは生きてるものっていうか生命あるものしか関係ないらしいですよね。私たちは過去は変えることはできませんけども、未来は私たちの意思で変えられる。今世界の人たちがこれまで生きてきた前提としてきたアメリカ帝国主義を基軸とする戦後の世界体制が激しく崩壊をしているということを感じています。新しい時代に向かって世界の人たちが自らの生存をかけて立ち上がり始めています。その最先頭に民主論争が、そして私たちがそういうふうに思っています。皆さん、私は星野闘争と国鉄闘争は一体だと言ってきました。古い方はご存知だと思います。かつて日本においても世界を揺るがすような戦いが60年代末から70年代かけてありました。この日本労働者階級の戦い、人民の戦いを叩きつけるための攻撃こそが破防法であり、星野さんに対する死刑無期懲役懲役表記あり、そして皆さん忘れてならないことは、道路という戦闘的労働組合を背景にして白色テロを戦う者に対する白色テロをですね、容赦なく振る舞ったのがあの囲まれであります。私たちは道路を戦場としてこの囲まれの本性を暴き出し徹底的に叩き伏せる、そのことと星野さんを奪還することは一体だというふうに私は考えています。そして今ぜひとも皆さんに強調したいことは、この戦後体制の崩壊という中でですね、道路をかくまるを実態とした JR 東放送が今まさに崩壊の口であるということであります。日本の労者階級、現場の労者がまさにあの道路芝の購入したことを問題にされた、あの運転手だけじゃありません。女性の運転手が男女雇用機会均等法、あるいは同一労働同一賃金という名前なぜですね、折り返し時間20分30分で飯を食ったり生理的な用を足せと言われている、間に合わなかった人たちが支給している、そういう事態があるんだ。だから道路地場の高齢者の労働者の問題だけじゃないんだ。凄まじい状態の中で今 JR の青年たちが置かれている。それなのに JR 総連はその体の立場で戦うのではなくて、まさに自分たち自身が資本から切り捨てられる、国家から切り捨てられる、そのことに対してストライキを打ち立ててこの腹に臨むと言ってる。皆さん、できもしないストライキ権をめぐってですね、今職場はガタガタになっています。もしストライキ権が立たなかったらそれで終わりです。もしストライキ権が立ったらどうするんですか。かくなりにストライキをやるような、そんなね、なんとか内容なんか何もないですよ。だからいずれにしてもね、来年の春っていうのは、この凄まじい労働の実態の中で、JR の実態の中でですね、大変な革命が放射が崩壊する、そういう事態を迎えています。皆さん、私は、この事態に対して、12月10日、常磐線の仙台から相馬の延伸に対してですね、道路水戸先頭に道路総連の全体で団結した戦いを展開しようと思っています。このことを切り口にして12月16日の外中華執行裁判、これを戦い抜いてですね、来年春の3月の戦いをまさに韓国民主労総の全勢力を戦う戦いを実現したいと思っています。皆さん、道路水戸は今年30年、星野文明さん、明子さんの結婚は30年です。そして来年は文明さんが無期懲役確定してから30年です。来年の7月です。皆さん、私は私たちの未来の全てをかけて星野さんを最新刊です、そして直ちに即時奪還するという戦いをですね、猛然と道路総連合戦いを切り崩しながら貫徹していきたいと思います。皆さん、戦いましょう。